はいいゲーームコレクターの酒ですチャンネル登録よろししくお願いします、まあ最近あんまり見なくなったんですけどなんかレトロゲーム投資とかまあ,あのインバウンドでゲームがあの高くなってるとか円高だとかいろいろこうね価格のゲームの価格が高くなってる要因っていうのがこうまあ叫ばれてたりするわけですけどもそもそもね あのゲームのソフトはどんどん高くなっていくんですよっていうことをねあの分かってほしいわけですよだからまあいろいろな要因があって高くなってんだけどもそもそも昔のゲームをがやっぱり数が少なくなっていくしまあ高くなっていくっていうのはまあ当然あるわけでだからそれを一個一個ねこう いや、インバウンドだから、みたいな記事とか、まあ、一個一個、一個だけをこう、理由のようにしてるのがあったら、ちょっといぶがしく思うっていうところの、あの、まあ、例というのをね、一つね、見てもらおうかと思います。ということで、海外のサイトをね、当たろうということです。今回ね、見つけたのが、ね、で、How to Leak というね、あの、サイトにある記事なんですけども、えー Here's、uh, here uh, here why you can't afford to buy physical version of old video games anymore っていう記事が、これが2024年の10月15日に公開されてるんですけども、まぁね、あの、こんな片言を僕が言ってもしょうがないんで、これをあの直訳、直訳っていうか日本語訳で見てみると、 何て書いてあるかっていうと、あ、てかこれはあの僕が見てる自動翻訳でなんて書かれてるかっていうと、古いビデオゲームの物理的なバージョンはもう買う余裕がない理由は次の通りですっていう記事になってるわけですよ。まあだから古いねビデオゲームのね、ぶつまあカセットとか、まあ、ディスクとかはね、 あの高いよっていう、高くて買えないよって簡単には。まあそういうような記事なんですけど、だからこれ海外の記事なんですね。だから、日本国内でね、あれで高くなってる、これが高くなってるって言うもともと海外でも同じような状況が起きてるわけですよ。まあそれがインバウンドで高くなってて、海外の人がね、が安いと思って買っていくっていうのと違うかもしれないけど、海外でも高くなってるよっていう、まあそういう事例ですね。で、これ、どこの記事かっていうと、これ、How to Leak ってやつなんですけども、これね、調べてみる どうやらカナダの会社っぽいんですよねただあのそのこの記事を読まれてる、まあ、生活圏は、まあ、北米っていうか、まあ、アメリカ合衆国カナダであとイングランドイギリスであとオーストラリアっていう、まあ、大体その辺の英語圏のねところで読まれてるとか、まあ、そこをターゲットに書かれてるような記事のようです。はい、ということでねちょっとこれをあの簡単に見ていこうかと思います。 とということで、ちょっと冒頭ね産業説明みたいなのがあるんですけど1個目古いゲームは再販業者価格を押し上げるためのゲームグレーディングの、えー、出現そして多くの古いタイトルが最新のハードウェアではアクセスできないため効果です。まあ、要するに古いゲームは、まあ、あの まあ、テンバイヤーとかね、あの、レトロゲーム投資家みたいな人が <laughs> 現れたりして、まあ、そういうせいで、こう、値段が上がってるよってことですね。で、まあ、レーティング、まあ、まあ、中古屋さんの値付けもあるかもしれないし、もしかしたら、この、ヤフオクとかで、こうね、メルカリとかでも、こう、高い出品をして、それを買われることによって、こう、相場が、こう、押し上がっていくって可能性もあれば、あとは、まあ、 単純に古いゲームのソフトだから新しいハードで動かないよって当たり前ですね。ファミコンのソフトはスイッチでさせねえよみたいなそんな話ですね。で次、2つ目。これはゲームを愛して収集することを楽しんでる人や古いゲームを元の形で体験したい新人にとってはハードル。 に単純にね僕なんかもゲームコレクターって、まあ、ゲームコレクターって言ってるけどプレイしてるんですよコレクターってなんか遊ばないような印象を持たれる人いるかもしれないけどあのちゃんと遊んでるんですけどもこういう感じで僕みたいに、まあ、僕も最新のゲームも遊んでるからなんだけど古いゲームをね遊ぶためにまあソフトも買いたいなと思うような 人にととっってはちょっともう、なかなか購入できないとこの金額はってことになってると。で、古いゲームを、まあ、元の形で体験したい新人っていうのは、まあ、だから20代とか30代、まあ10代もいるかもしれないけど、まあファミコンに目覚めてしまってね、これからファミコンで遊びたいんだって時に、まあ まあ普通のねファミコン買っても今のテレビにアンテナど,どうつなぐのみたいになるからまあ多分ツインファミコンとかニューファミコンとか買うと思うんだけどだとしたら、まあ、まあビデオ端子でまだつなげられるけどもでもビデオ端子も最近のテレビだと怪しいぞってなったりするとまあじゃあうーんなんだろうこうあのー、互換性怪しいけどもいわゆる FC 互換機と言われてるものを買おうとかねまあなんかそういう感じになってでも やっぱりここはアクセスはまだ、ね、しやすいんだけどもでも互換機って本当にちゃんと動くのっていうかちゃんと動いてんのちゃんと画面出てんのみたいな問題がいろいろあってまあこれも含めてのハードルの高さがありますとでデジタル33つ目デジタル版や物理的な版を含む再リリースによりゲームをよりアクセスしやすくなることができますどこを見ればよいか知っていればまだ安価で利用できるゲームもあります だからまあこれはデジタル版っていうのはまあ例えば任天堂 t e n d s w i t c h オンラインとかまあプレイステーションのプ,プレイステーションプラスの中のまあね入ってるようなちょっと昔のコンテンツちょっと遡るとバーチャルコンソールだったりまあゲームアーカイブスだったりまあそれ以外にもプロジェクトエッグだったりまあビッグローブでちょっと PC エンジンのゲーム遊べたとかあったりとかまあミ,ニミニゲーム機なんかのこう 試みとかね、であとはもしかしたら若干だけどもそのなんだ、えー、昔のゲームをねあの復刻しましたみたいなのがたまにあるじゃないですか最近だとワー,ワードの,の森とか発表されてたけどああいうような感じのことをニュアンスで言ってんのかな。 ということで、えーと、古いビデオゲームを集めるのは楽しい趣味ですが、多くの人が純粋にレトロゲームタイ、レトロなタイトルやその他のアイテムに投資して利益を求めているため、かなり高価になってしまいます。あなたは今、プレミア価格を,を命じるタイ、レトロなタイトルであ,あなたの地元の店で、 え、安い取引を見つけるのは難しいでしょ。まあまあ、だから、も、ま、う、あ、僕らは純粋にね、ゲーム遊びたくて買うんだけど、それでも高い金払わなきゃいけないんだけども、まあそこにね、この、いわゆる投資だって言って、まあ投資でも基本的にその投資って、右から左に移してるだけじゃないのって。まあ、本来の投資ってなんかこう、寝かしといてどっかでこう、買うるみたいなことだと思うんだけど、今はこう、右から左なんだよね。だから、いわゆる PS5 とかね、まあ今の PS5 のプロのあの、 なんだアニバーサリーなんかも結局これ高く売れるから買ってで発売して手に入れたらこれを高く売るっていうこういう商売店バイヤーなんだけどあの今そのレトロゲーム投資みたいに言われてるの僕が絶対これおかしいなと思ってるのがあのいや昔のねソフト例えばなんだろうなまあまあわかんないけどもそのまあなんだろうなあの デッドストックのね、おもちゃ屋さんの一箱分とかね、綺麗な新品があって、これをね、寝かしといて、でもこれ20年、30年前のやつが、こう今これをね、こう高い値段で売るとか、そういうのが投資だと思うんですよ。寝かしてるとこうでもなんか、今のこのレトロゲーム投資みたいな言われ方するのって、例えばこう、まあ、最近はもう、ね、価格ちゃんとしてると思うけど、かつてのね、ブックオフとかでこう、ね、安いところに入ってる、え、これ、 高く売れんじゃないっていうのをこう買ってきて、それをこう、多分メルカリなりヤフオクで売ると高く売れるから、これが投資って言われたりしてるんだけど、まあ投資じゃない気がするけど、どうやらこれがレトロゲームの投資のなんか一形態のような感じなんですけど、まあこういう人たちがいるせいで、本来ならこの安いやつを買ってやったって、なんか安く買えたぜっていうね、遊びたい人のチャンスを逃すぐらいにこの投資してる奴らがいると、まあそういう感じなんですけども、 で、まあ、そういう結果、結局、プレミア、どんどんついてっちゃってや、あの、まあ、古本屋さん、昔でいうとこの古本屋さんで、ね、ちょこっとこうね、あったような、そういうゲームソフトみたいなね。まあ、あとは、なんだろうな、リサイクルショップになぜか知んないけど、ゲームソフトがちょっとあるとかね、そういうのは安かったんだけど、まあ、今だとあんまそんなのもないだろうし、まあ、とにかくね、なかなかこう、安いソフトをね、 てかあのプレミアがついちゃってるようなソフトに関しては特に安い値段で買い取れない買えないだろうとまあそういう時代が来てるよということでまあ冒頭はそんな感じのね訳し方ですかまあここからちょっと飛ばします。 で表題ね、古いゲームの価格が高騰している。だから、あの、カナダの人たちも一応古いゲームの価格が高騰している、認識しているわけですね。日本だけじゃなくて。え近年、多くの、えー古,いえー、古いゲームの価格が大幅に上昇しています。これは、主に人々が全てのコピーを購入し、えー、高騰した価格で販売したためです。 かんないなレアリティに基づいて価格が設定されているものもありますが多くの場合需要が重要,重要で簡単に見つけられるゲームでも人気があるために高値でになる可能性があります。 こ,れこの残念な副作用は古いコンソール用のゲームのコレクションを増やそうとしている人にとってかなりより重要なタイトルのいくつかを手に入れることは不当に高価になる可能性があることです当時はゲームスポットやレトロゲーム店のような場所では通常リー,ーズナブルな価格で販売されていたゲームが実質的に低下場合によってはそれ以上の価格で販売されます、まあ、当たり前ですね日本でも まあ当時よく聞くじゃないですか90年代とかなあの時なんかワゴン出てたとかまあそりゃねあの市場にあの受け入れられないから在庫になって残ってるのをまあちょっともうこう安くあの処分する処分価格で売るっていうのはありますよでもその処分価格だったやつが今プレミアがついてるとこれ当たり前の流れなんですけどもまあ当たり前の流れなんだけどもまあこうねいっちゃうんですよねあの 世のお年寄りはね <laughs> 当時あれは100円で買えたとかね言っちゃうんだけどもまあい,いやでもそれ上がるんですよ <laughs> あのそういうもんなんですよでそれは別に日本だけじゃなくて海外でもそういうのが起こってるとで、えー、格付け会社が古いゲームを投資に変える えー、ここ10年ほどで w a のような格付け会社もゲーム市場に参入し古いゲームの状態に基づいてスコアを割り当てていますこれは漫画や野球カードの採点方法と似ておりスコアによって価格が大幅に膨らむ可能性がありますだからまあ元々ゲームソフトって例えばこの、まあ、需要供給の話とあと揃ってるかどうかとか、まあ、ソフトが動くかどうかとかまあ 本当ね、昔の中古ソフト屋っていうのは、まあ、動作チェックぐらいはしてるけども、かといってその備品かどうかであんまり評価してなかったのがどっかのタイミングで、まあ多分、あの、あ,のあそこだな、マンダラケさんとかそういうのが多いと思うんだけど、まあ要は状態。 綺麗か綺麗じゃないかみたいな、ね、状態のこととか、あと、まあなんかちょっと電源が入りにくいとか、なんかちょっとそういうので値段の差がつくみたいなのがあったりした、あのしていく進化があるんですけども、まあ昔はね、箱説なくても箱説あっても説明書がコピーであっても全部同じ値段だったりしてたからね、中古価格なんか。まあ今はどんどんそういうのが、まあどんどん目が肥えてきてるわけですよ。まあ当たり前なんですけども。で、それがもっとこの、 あの、箱にどれだけ傷があるか痛みがあるかとかね、チェックをするようになってるというとこですね。で、この野球カードとかの漫画って言ってるけど、まあ、ちょっと漫画はよくわかんないけど、野球カードはもともとほら、まあアメリカはメジャーリーグがあって、メジャーリーグのね、あの野球のカードっていうのが結構高値で取引されてたわけですよ、昔から。で、まあ日本でもね、あの、ミントって会社とかに行くと、 会社っていうかお店に行くとカードがダーッと並んでたりね、高価なやつとかがこう売られてたりするわけですよ。で、まあ日本だとね、カードゲームの売り場っていうと、まあ、まあ、あの、ポケモンカードとか値段上がったり、あの、有料カードが値段上がったりってあったけども、でも基本的には、あの、どっちかっていうと、中古ショップがちょっとあの、傾いてくると、なんか売り場を、中古の売り場をかスクショして、半分ぐらいカード売り場になったりとかね、なんかそんな感じになってたけども、まあ、そう そういうなんか感じよりももっと高級感のある売り方を、まあ、野球カードなんかしてるけど今のそのプレミアがついてるようなゲームソフトなんかはどっちかっていうとそういうプレミア感のある方にこう流れてるような印象がありますよね。まあ、日本でもほらあのオークション、海アメリカのオークション会社がなんか日本も拠点にしようとして色々とやってるじゃないですかあのまた12月ぐらいになんかやるよって言ってるあのあそこですよ。ヘリテージね。ああいう感じがあるからまあ 多分そういう流れでそのいわゆる、まあ、ゴローンと中古があったやつが、まあ、ちょっとケースに入ってこうね飾られるようになって今はまあもっとその高級感を出すようなまだショーケース入ってるものとかの考え方だと思うんですけど、まあ、そこら辺にもっと厳しい判定があって、まあ、プレミアがついたり、まあ、していくと、まあ、投資になっていくわけですよねえこれは古いゲームの価値を測る良い方法のように思えるかもしれませんがゲームの収集を趣味とする 趣味といいうよりも投資機会に変えてしまいます古いゲームを集めたりプレイするのではなく古いゲームを購入して評価し再販することを奨励しているため多くのファンにとってアクセスしにくくなっていますということでだから本当にねその遊びたい人にとっての買い方よりもな投資の方になってるっていまあだから。 まあ僕なんかもよくまあメディアの取材とかを受けたりしてなんか話をしてるとやっぱりなんかよくわかんないんだけど値段とかの方に興味がいくわけですよ僕は一生懸命このゲームはこういう思い出があってって話をしたいんだけどそっちよりもまあ最初から価格のところに <laughs> 話がいってしまっていやー価格僕に聞かなくてもそれするぐらいは行きゃいいじゃんみたいな話になるんだけどなんかね価格を興味を持たれたりすることが多かったりするわけですよだからね 結局そのまあ YouTube なんかもそうだけどまあゲームのね面白さとかを伝えるようなことをやるとまあゲームファンでもコアな人は食いつくかもしれないけどただあのなんだろう興味あんまりねゲームに興味がないっていうか 好きなゲーム以外の情報を聞いてもよくわかんない人からすると、まあそこは敬遠されるんだけど、金額の話になると、まあ誰でもとりあえず、あ、これ高いんだってわかるじゃないですか。だからなんとなくこう食いつくっていうね。だからそういう動画が多いじゃないですか。特に購入系の動画って。あの、 福袋とか買ってこう？何がいくらでした？いくら儲かりました。とかね。<laughs> あのコンプリート目指します。今回これをいくらで買いましたとかね。いやいくらで買ったかはいいんだけど。その？ それあなたそのプレイしてるところはどうなのって思うんだけども、でもなんとなくそういう動画があったりして、で、購入動画作ってる人たちって、購入がある程度満足しちゃうと、動画の更新がピタッと止まったりしてね。いや、まあ遊んでるのかもしれないけど、何のために動画作って、まあもしかしたら単純にこう、 販売をね、販売じゃない、買うことでね、買ったことを報告する動画でアクセス稼いで、広告収入を得て、そのお金を元手にまた新しいゲーム買ってんのかもしれないけど、でもなんかそこのお金の絡みだけになっちゃ,なっちゃうと、 ちょっとね、そこは投資の方の話になるわけですよ。だから多分、その投資家みたいな人もそういう方の金額の方を見てんだろうと思うんですよね。でも、ゲーム好きな人からするとゲームの話をもっと盛り上がりたいんだけども、お金の話だけ、しかも中古のね、お金の話。まあ、だからこそね、その、例えばゲームショップに、 行きました的な動画も、これいつの動画なんだよって日付はみたいな話になって、それ古いともうその相場じゃないだろうって感じになる怒りがある人ってのも多分そこはちょっとその投資の匂いを感じてる人たちなのかなという感じもします。まあ、とにかくね、そのなかなかこのゲーム面白いよ 面白いから買うんだっていうよりは投資の方にこうねあの目がいってしまうような状況になってるというまあちかそ,のそういう人たちがアクセスしやすい情報を得やすい状態になってるってことですねで古いゲームを見つけることはあまり一般的ではありませんまあこれはいいや <laughs> で、えー、限定版で頑張ってくださいこれもちょっとどうでもいいやでアクセスの欠如は役に立ちません おそ、えー、らく投資としてのゲーム収集を取り巻く最大の問題の一つは新ししいゲゲーームムフ,ファンがが合法法的なな方でで多くくののをプレイすするるるはかに難だから投資としてゲームをね買っちゃう人たちがいると普通の人遊びたい人が買えなくてその人たちがこうね新しくいろいろなことをこう楽しむ方法っていうのが、まあ、物理的に買えないってことは合法的に買える方法が狭まってるってことですよね。 まあまあ、まあ、それに対してね、一応、こう、あの、まあダウンロードなり、まあ、するのはあるってことだとは思うんですけど、でリリース、えー、レトロな再リリースは本当に役立ちます。まあ、これはデジタル版だったりミ、ミニ版だったりとか、まあ、いろいろな方法のことを言ってるのかな。うん、で、どこを見ればいいかわかっていれば、ラッキーになる、なれる。 えー、幸いなことにゲームコレクションを充実させたい人のために、銀行を壊さない古いコピーを見つける方法があるこれちょっとわかんないな。<laughs> リサイクルショップは、えー、時に、あ、銀行壊さないってことは、講座の話してるのかなえー、リサイクルショップは時に難しいことがありますが、適切なものを、特に地元経営の場所で見つけることができれば、運が良ければ金を、金を狙えるかまあ、ちょっと待って、うんと、えー、これは多分、うん ゲームコレクションを充実したい人が、まあ多分大金払わなくても古いゲームを見つけられる可能性があるってことだと思うんですよね。だから、身近なコミュニティに合うゲームの売り場がも見つかればそこで安く買えるかもしれないってことかな。うん。まああとはフリー、ここはフリーマーケットとか庭やガレージセール、まあ日本だとあんまりないかもしれないけど、まあそういうところでリズナブな,なものを処分したい人から買うという、まあそういう方法があるよってことが。はい。 とということでそろそろまとめかな。で最後、近年古いゲームは巨大な商品になっています高いってことかな。ライブラリを増やしたいと考えている人々にとっては希望は失われていません。 あなたは、えー、厳しい予算に縛られているか、単にはるかに安いはずのものに、多くのお金を使いたくないかもしれません。そして、少しの忍耐と決意であなたはそうする必要がないかもしれません。ところで終わりなんで、<laughs> まあ、あんまり解決していることはないかもしれないけど、まあ、単純にね、一つ言えることは、日本国内でものゲームソフトが高くなってるっていうのも、あの、一つ、まあ、いろいろね、インバウンドだとか、その、なんだ、あの、 円高だとかね、いろいろそういうところを理由に記事とかが作られたりしてて、まあそれも一面あるかもしれないけど、そもそも日本に限らず海外でもゲームソフトの値段は どんどん上がってるから、やっぱりね、僕にとっての一番いいと思うのは、やっぱりリアルタイムに今発売されてるものを楽しもうよってことなんですけども、ただやっぱり若い人にね、あのファミコンの世代,時代に生きてなかった人にね、生まれてなかった人たちにね、その時のやつを買っとけようっていうのは無理があると思うんで、やっぱり買わなきゃ遊べないっていうのはあるんだけども、た,ただやっぱりこれはもう、 世の中の流れとして高くなってるのはしょうがないっていうところを抑えた上で、まあできるだけね、いろんな方法で安く遊べる手をね、探して、こう、遊んでもらいたいなって。まああの、まああえて言えば、あの、転売屋や投資家にや、 レトロゲーム投資家には負けずにね、頑張ってほしいなというところですあ。とにかくね、本当に日本国内でもなんか何かを理由にゲームが高いって記事を見つけたら、いや、そうじゃなくて A も B も C も高い理由いっぱいあるんだよっていうね、ところをまあ考えつつね、あとはもう皆さん本当にネットでね、変える方法もあるけども、まあ、本当に地道にね、まあ今だとやりにくいと思うんですけど、僕も90年代ぐらいは結構地道に 外を歩き回って買ってて買ましたから本当にそういう風なことで、まあ、今も難しいと思いますけども、まあ、チャンスをねどうにかあの得て頑張っていただければと思います本当にこの古いゲームビデオゲームの物理的なバージョンをもう買う余裕がない理由は次の通りですまあこの通りだと思うんですけどもまあ本当にねあの細かい原稿の内容についてはね あの、概要欄のリンク辿ってもらって、そのまま英文読むか、自動翻訳してね、読んでいただければいいんですけども、あの、海外の人も同じように苦しんでいます。あの、まあ、その中でね、まあ、インバウンドだって言って、海外の人が高く、あの、安値で買っていくっていうのはあるかもしれないけど、日本もね、逆に言うと、日本円安になればね、日本の人が多分逆に海外から多分がっさり買ってきてくる可能性もあるんで、まあ、あの、時代的にそういう時代もあるよということも考えながらね、 まあ、当然今ファミコンのソフトを遊ぶの大変っていうのは、まあ、それも時代なんですけども、まあ、時代の流れを読みつついろいろなこう環境も読みつつあの皆さんあのゲーム、まあ、収集およびあの レトロゲームと呼ばれているもののね、プレイも楽しんでいただければと思います。はい。ということでえ、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなとアイデアがありましたら、ぜひコメントください。また動画の拡散、SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒館でした。